皆さんこんにちは。青年劇場の福山恵子です。このあの夏の絵という芝居の脚本と演出を担当しています。でこの物語は、日本の広島市立の元町高校の創造表現科の高校生たちが原爆の被爆者の証言を聞いて、それの一場面を絵に描くという、そういう活動をずっと2007年からやってらして、そのことをモデルにしたお芝居です。で戦争の記憶をどう次の世代が継承していくのかっていうのは、世界共通の課題だと思うんですけれども、そのことの一つのヒントになればなと思っています。高校生の成長物語を楽しんで見ていただければと思います。最後までどうぞごゆっくりご覧ください。お願いします。ほんで、そこの袖を休憩挟んで、また、そこから2時間というふうにたっぷり撮ってますので。はい、アップお願いします。せーの。なんだからそれは何言ってるの、単なる攻撃にしか取れないからさ、なんか言われちゃうわけでしょ。こう偉そうにうるさいな、忘れ物するしみたいな。それでは参ります。おはよう、ばあちゃん。おお、おはよう。私も。ああ、珍しい。今日、月命日じゃろ。覚えとった。うん、まあ。本当、お母さんに聞いた。おお、じいちゃん泣いとるよ、めぐみに忘れられたって。ごめん、じいちゃん。忘れたわけじゃないけ。まあ、ちょくちょく。拝んであげなさい。はい。あのね、あのさ、私、いや、まあ、いや、何？いい？行ってきます。行ってらっしゃい。うん。先生、昨日のお話のことなんですけど、原爆の被爆者の証言を絵に描くって企画、あれ、私やります。え、浅野さん昨日やらないって言ったじゃん。被爆者の方のお話を聞けて絵を描くことで何かお手伝いできるならやりたいなって。そうだよね。私も平和資料館から被爆70年にあたる2015年度特別授業としてこのお話があった時、広島の高校生にとってもめったにない機会じゃけ、ぜひやったらいいと思ったんよ。でもね、よくよく考えてみると、すっごく大変なことだなって思ったの。よっぽどの覚悟がないと。覚悟？うん。はっきり言って、先生方の中には反対する人もおるの。なんでですか？すごく残酷なシーンもお話の中にはいっぱい出てくるでしょ？黒焦げの死体の山とか、そういう絵を描くことでトラウマになったらどうするんだとか、高校生がそんな難しい絵描けるわけがないとか。それにね、被爆者の中にも、見ん者には分からんって人もおるんよ。平和教育って何？え？ほら、8月6日にやるやつ。8月6日に何やるの？体育館に集まってお話聞くじゃろ？夏休みなのに？東京は8月6日登校日じゃないの？うん。何？小学校も中学校も？広島はずっと登校するの？8月6日に？当たり前じゃろ！うそ。ちょうど、8月6日の原爆投下のその日ですが、杉の浦の宿舎から山越えて8時までに現場に入りまして、集合して点呼して作業指示をして作業場に入った。その時ですよ。ピカーッと光りましてね、ドカーッと来たわけですよ。そしたらね、堤ヶ浦いうところは
広島から海を隔てて真向かいなんですよ。その間には海だけで何にもないで、6、7キロ離れとるかな、その広島の上空に入道雲がね、はじめこんなだったのが、うわうわ、もくもく、中心の方がちょっと黄みがかったような恐ろしいような、うおおおおお、空いっぱい広がるんですよね。うわ、これは大変なことじゃ。どうなった、わかりませんからね、原子爆弾とかそういうこと。あんた、あの白井さんの話聞いてどう思った？どうって、ブワーってきた。何？うん、ちゃんと説明しなさいよ。言葉は無理。てか、目の前で少人数でお話を聞いて本当に怖さを知ったっていうか、白井さんの思いみたいなのが伝わってきて、今まで平和教育とかいろいろ聞いてはいたんじゃけど、どっか人事のように思っとったなって。話を聞くまでの原爆が怖いとか残酷だとか、なんかそういうの違うっていうか、知ってるつもりになっとったけど全然知らんかったんじゃって。でしょう、平和教育受けてたあんたでそれでしょう。私全然免疫なしに聞いたから。そうか、もう頭グラグラ。何十万も人が普通に生活している上に原爆落とすってどういうこと？まるまる一つの市がなくなっちゃうって。本当、真っ正面に広島が見える。ここに立っとったんよ、16歳の白井さんが。なんか不思議な気するよね。で、原爆のキノコ雲が、うわーうわーって盛り上がっていくのを見たんよ。じゃけ行こうや、ね。え、またその話。何？工藤さんにね、包みが浦から見た原子雲を描いてもらいたいと思って白井さんが見た。へー。それなら死体とか描かんでええじゃろ。ふん、いいじゃん、描けよ。あんたが言うの。だよ、自分で決めたいの。うん。へえ。しょうがない、描くか。どれがいいですか。ほうほう、これはすごい、3枚も描いてくれたんか、ありがとう。うん、そうじゃの、どれも捨てがたいが、これがええかもしれんね。どうかね。わかりました。じゃあこれで作業を進めます。白井さん、私のはこれなんですけど、軍服を着てゲートル巻いてるようにしました。おお、これはようかけとる。うん、すごいすごい。これね、これは靴は履いとる。はい。この少年は靴は履いとらんかったような。裸足ですか。どういうわけかね、靴を履いとる人はほとんどおらんかった。吹き飛ばされてしもたんかね、みんな裸足でした。あ、それからこれ、傷の向きがね、バラバラでしょう。こう顔面をやられとるいうことは、こっち側から熱線を受けたわけだから、こっちがわーってやられてね。で、こっちはそうでもないよ。どうしたん？え？元気ないじゃないの。うん。学校で何かあったの？参った！何が？白井さん、入院しちゃった。白井さん？ほら、あの被爆証言の。あんたが絵に描いとる人か。自分がこんなに何も知らないってことを初めて知った。そりゃしょうがなかろう、ピカに会うたことがないんじゃから。だから白井さんに聞かないと、細かいところが何もわからんのよ、絵が描けんのよ。でも、でもね、あ、誰かがおってアドバイスしてくれたら描けるかもって。みんなが誰かって、誰、例えば、おばあちゃんとか。私が。こうやって記憶って消えていくんかな。ん？白井さんが死んでしまったら、白井さんの記憶は消えてしまう。だけ絵を描いとるんじゃろう、あんたらが。そうだけど、細かいところがまだできとらんし。冷蔵庫入れとくね。家の前で鶏に餌やってる時にパーッとやられて、ここからここから
半身焼いたんです。私が家にたどり着いた時は家の前で戸板に寝かされてました。頭が倍になって目がつぶれて汁が流れてね、うじが湧くんですよ、夏ですから。もうほんと死ぬか思いましたけど助かったんです。なんとか言えて学校に行きますでしょう。ケロイドがありますからね。小中高とバカにされてバカにされていじめられて。なんでひどい目に遭ったのにその上いじめられるの？ねえ、なんでかね。こんなでいいか。いいよ、ばあちゃんが生きとってよかった。そうか、ばあちゃんが原爆で死んどったら今私はここにはおらんかったんじゃもんね。ほうじゃねえ。なんかまた少し白井さんなんか身近になったような気がする。私も。俺も。今書き上がったばかりなんです。そりゃそりゃ無理を言ってすまんかったね。ありがとう。おお、これはこんな感じでいいですか？いいいい、こないだ見た時より迫力がある。一人一人がよう描けとる。ああ、この原子雲はまた生きとるような不気味な、うん、この色がね、いや素晴らしい。ありがとうございます。先生、こんな、いや素晴らしい仕事ですよ。ようここまで見たこともないものをね。皆さん苦労したでしょう。大変だったと思います。本当にありがとう。私には書けなかったからね。思い出しますよ、本当に。これ見るとね。じゃあこれで完成ということでよろしいですか？はい、完成。やったー、おめでとう。よく頑張ったね。でも絵ができてしまったらもうみんなには会えんのかの？そんなことないですよ。私たち白井さんがこの絵を使って証言活動をしているところが見たいんです。絶対見に行きます。そうか。ダメよ、白井さんはまだ病み上がりなんだから無理言っちゃう。そう言われるとじいちゃんももりもり元気が出てきたぞ。リハビリを頑張ってまた証言活動するから必ず聞きに来てよ。はい。